苫小牧市にあります、少子館東摩道場で指導者をしています、水見と申します。画面共有させていただきます。はい、私どもは3月30日土曜日に第2回目となる自閉症啓発デイイベント、レッツゴー畳パークを行いました。定員15名で募集したところ、あっという間にありがたいことに定員が埋まったので、急遽2部制にして行いました。来てくださった方たちは、リピーターの方たち100%、プラス口コミで集まってくださった方たちを合わせて20名以上のゲストの子どもたち、あとはお手伝いしたいという学生さんとか、うちの同情生、あとは見学をしたいという福祉施設の職員の方たちにも来ていただいて、にぎやかなイベントとなりました。やり方としては、公園に集まった子どもたちが自由に遊ぶというようなイメージで、プログラムはあるんですけど、基本的には何をしてもよくて、自分のしたいことをして楽しもうというスタンスで行いました。遊びの内容様々なんですけど、はい、この写真のように、投げる体験をしてみたりとか、これ、写真が動かないです。ごめんなさい。動きましたね。こんな風に子供たちと近い距離で話をしたりとか。動かないです。ごめんなさい。写真どっか行っちゃいましたね。ちょっと説明だけさせてもらいます。あとは手遊びとかじゃんけん、ACP、あとはただ走るというようなシンプルなものから、ちょっとしたコーディション、ネーショントレーニングのようなものとか、道着を着なくてもできる柔道遊びなどを行いました。なんか元に戻っちゃいました。Facebook の。ごめんなさい。いろんな、遊びをしていると、中にはなんか自分の興味のあるものは一つはあるようで、それまでフラフープとかボール遊びに夢中だった子たちも、なんか気がついたらこう、抑え込み遊びに、参加していたりとか、投げ技遊びに参加していたりとか、そんな風に自分のしたいことをちゃんとして、自分の興味のあるものにはちゃんと参加して楽しむというような雰囲気がとても微笑ましかったです。そしていつの間にか子どもたちの視線が指導者の方に向いていたりとか、あとはお互いの距離感が近くなっていたりとか、最後には膝に座って写真を撮るまでに慣れたのは、遊びと柔道が融合したからこそのマジックかなと思っています。今回のイベントが子どもの居場所づくりや柔道の普及につながったら嬉しいです。ちょっと写真がうまく写らなくて申し訳ありません。今後とも続けていけたらと思います。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。トマト道場さん、Facebook とかでもね、情報発信してますんで、よかったら皆さんもそちらの方ご覧いただけたらと思います。どうもありがとうございました。